左下にキビビメ王女王母、猿石金明天皇日野熊坂井領廃所、梅山古墳は奈良県高市郡が須村にある古墳。形状は前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により日野熊坂井領として第29代金明天皇の御捧ぎに事情されている。墳宮は前方部を西に向け東西に正確に主軸を取った前方公園墳で、 全長約140メートル公園部計72メートルで、アスカ村内では最大の古墳である。非常に多くの吹き石があることでも知られている。現在は周りに水をたたいた集合を持っているが、これは文久の修復で大幅に改築されたものでありもとは、他であった。なお、この修復の際に草円墳から前方公園墳に改造されたとする考えもある。 銅古墳と平田岩屋古墳、鬼のまな板、接近古墳、野口王墓は同じ丘陵の南側の地形を利用して作られており、四つの古墳が東西に並んでいる。古墳時代後期の築造と見られているが、発掘調査が行われていないため正確な築造時期を推定することは難しい。宮内庁によって金明天皇陵とされているが、 梅山古墳から北西に約800メートル行ったところにある奈良県下最大の古墳の店丸山古墳を金明天皇陵とする学説も多い。梅山古墳の埋葬者については、蘇我稲目とする考えもある。隣接するキビ姫大君墓に猿石と呼ばれる石像物が置かれているが、これは江戸時代に、 梅山古墳のすぐ南の田で掘り出されて、古墳の傍らに置かれていたもので、明治初期に現在の場所に移された。ありがとうございます。